鉄を鍛造して工具の原型を作るために必要不可欠なものが、金型です。今回は金型にフォーカスして動画で工場ツアーをしていきます。金型工場では鍛造工具を作る鍛造金型と、工具の型を抜くための抜き型を作っています。今回は鍛造金型ができるまでの工程を紹介していきます。ステップ1、金属ブロックの加工。金型工場での作業は大きく2つに分かれています。1つは原材料から全く新しい金型を作る作業、そしてもう1つは古くなってしまったり、鍛造で傷がついた金型を作り直す、リシンクという作業です。スタートはこの金属ブロック、金型を起こす下準備をしていきます。フライス板というマシンを使って加工ができるよう、表面を整えます。整えた面に穴を開けたりして、下準備を完了させます。ステップ2、型彫り。下準備が済んだブロックをマシニングセンターと呼ばれるマシンにセットします。マシニングセンターには様々な加工データが登録されており、マシンに入力することで型彫り作業がスタートします。完了までは数時間から1日以上かかるため、金型のサイズや種類ごとにマシンを使い分け、効率的に作業を行います。エンドミルはマシンの外側にセット、回転して作業に合った形状のエンドミルに自動で切り替えます。ついに金型ができました。あとは最後の仕上げだけ。ステップ3、仕上げ。マシニングセンターでの作業が終わったら、最後は人の手で細かい部分の調整をしていきます。仕上げ作業は鍛造品の仕上がりにも影響が出る大事な工程ですので、丁寧に行います。微調整を施し、いよいよ完成です。おめでとう。ステップ4、金型の保管。完成してすぐに出番のない金型は自動倉庫に保管されます。倉庫ではどの棚に何の金型が保管されているかもすべて管理されていて、必要に応じて出し入れします。